はい、では6問目に行きたいと思います。6問目は She made herself at home in her room という英文ですね。 C が主語、そしてこのメイクという動詞もですね、非常にたくさんの番号を取る動詞ですので慎重に処理していきたいと思いますね。 Herself と名詞が来てますので再起代名詞と呼ばれるものですが、なんとかセルフとつく、まあ、代名詞ですね。なので3番以上は決定ですね。3、4、5のうちのどれかになると。で、アットホームと前置詞プラス名詞の組み合わせがありますので、この時点で4番は消えますね。なんでかって言ったら、4番やったらこのアットホームの部分が O2 になるはずですが、O、目的語になれるのは名詞だけですので、アットホームが O になることはありえない。ということは、このメイドは3番か5番かどっちかだということになります。じゃあまず3番の線で考えてみましょうか。ということは、彼女は自分自身を作りました。で、ここで英文の意味は終わってないとダメなんですが、さすがに意味が分かんないですね。彼女が自分自身を作ったってどういうことだということになるので、やっぱちょっとこれ変だろうなと。なので、3番は除外して、5番で考えていきましょう。5番で考えたら、herself at home の、この at home の部分が C にならなければいけませんね。で、C になれるのって名詞か形容詞なので、このアットホームが形容詞句になっている可能性というものを考えましょう。じゃあ彼女は自分自身を C な状態にしましたと。アットホームな状態にしました。一体どういうことなのかなと思って、ホームで辞書を引いてみると載ってると思うんですが、実はこのアットホームというのは、カンフタブル、くつろいでいるというですね、形容詞、カンフタブルとニアイコールの意味を持つ、形容詞句の、まあ、定型表現。お約束の表現なわけですね。なので彼女は自分自身をアットホームイコールカンフタブルな状態にしましたよと。つまり彼女はお家で、彼女は自分自身をくつろがせたと。つまりくつろいだってことですね。どこでそういうことをしたんですかっていうと、インハールーム前置詞プラス名詞、はい、自分自身の部屋で自分自身をそういう状態、くつろいだ状態にしました。要するに彼女はお部屋でくつろいだという意味になるわけですね。このようにたくさんの型番を取るですね、メイクのような動詞が出てきて一体何番かなと処理に困った時はやはり冷静に可能性を一つずつ潰してみるというのが重要かと思います。